北半球の各地が時期としては異例の寒波と大雪に見舞われていますが、この寒気の影響はインドにも及んでいます。インド北部のジャンムー・カシミール地方を中心に11月初旬から異例の大雪が降っており11月9日までに少なくとも11人が雪のために亡くなったとインドのメディアは報じています。画像などを見ますと 積雪量はかなりのもので、時期として異例というより、インドでの降雪として異例の状況と言えそうです。この雪による人的被害も大きいですが、農業被害もかなりのものとなっているようです。この地方は、リンゴ農場などが多くありますが、のきなみ被害を受けていると報じられています。カシミールは、この果樹生産が、 最大の輸出産業となっています。また、交通やインフラへの影響も大きく、この地方の最大の空港である、すりながる国際空港の航空機の発着は、すべてキャンセルされており、各地で交通事故や停電、地滑りなどによる道路の遮断などが、発生していると、報じられています。地名について、 ジャンムー・カシミールと表記していますが、実はなかなか複雑な事情のある場所で、インドのジャンムー・カシミール州という地名は、今年8月に消えてしまいました。日本貿易振興機構、ジェトロによりますと、インド政府は、2019年8月6日、ジャンムー・カシミール州の自治権を剥奪、2つの連邦直轄地に分割した、とのことでした。 地域政党や国政の野党はこの決定に対し反対を表明、また長い間国境問題を持つパキスタン、それを支持する中国が反発の姿勢を見せているとのことです。この地域、昔から気な臭かったですが、変わらないですね。